わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は画像処理を活用して我々の生活を支援する技術の研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学情報学部情報学科、筒口健教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ？私の専門はビジュアル情報処理といいまして、主に目から入る視覚的な情報をいろいろカメラとかそういったものから入ったそういう情報を処理して、で周りに働きかけるといったことを研究しております。まあ、具体的に言うとカメラとかセンサーとか、まあ、そういったものから周りの映像とか動画を撮影して、でそれをコンピューターの中で処理をして、そして周りのいろんな機器とか人に働きかけるというこのつなぎのところを研究しようとしています。まあ、具体的に言うとですね、例えば対象物を見るだけで家電を制御したりだとか、それからいろんな動画像を要約してより伝えやすくするといった、そういったことをやっております。ふむふむ、それらの研究をどのようなことに活用しておるんじゃ？はい、まだ私こちらに来て1年ちょっとですので、あとまだ大きな成果というのはないんですけども、今取り組もうとしているのが主に体の不自由な方だとか耳が不自由な方、そういった方々がカメラがついたメガネとかそういったもので家電製品とかマーカーとかを見ると電気がついたり消えたり、あるいはエアコンがついたり消えたり、そういったことに応用できないかなということを目指しています。でもう一つ動画像の予約といったもので申し上げると、手話の動画というものですね、それをできるだけコンパクトに短く圧縮して送信したいと、動画のまま送信したい。これ一つは高齢者の方ですとやはりどうしても手話でないと意味がすぐに通じにくいといったところがあるようでして、でそれを解消するためには手話の映像を送るのが一番いいんですけども、そうするとかなりデータ量を取ってしまいます。まあ、そこでコマ送りみたいなストップモーションで送るといいんじゃないかといった仮定のもとでそれを研究しています。で有名なところで言うとジェスチャー認識だとか、あと音声でいろいろ制御するといったものはもう市販されておりますので、ただ私の場合一般の人が使うというよりはできるだけハンディキャップがある人に使っていただいて、で生活の支援とかそういうところをサポートしたいというのがありますので、まあ、そちらに注力して今やっています。ICT というのは広く情報通信技術ですので全体を含有しているような概念です。だから IoT は ICT に含まれる一つなんですけども、私の場合もやはり両方含んでいて、で IoT もかなり関連しています。で身の回りのものといろいろやり取りをするというのはこれまさに IoT の世界ですので、はい、筒口教授の研究は今後どのように生かされていくのじゃ？私は企業の出身ですので、やはり開発した技術をですね広く使ってほしいというのはございます。ただやはり、身近なところといいましょうか、ぜひこれを使いたいというところ、そちらの方々にまず評価していただいて、でこれは使えるということであれば世の中に出していきたいなというところがあります。実用化のための研究といったところを進めていきたいと思っています。できるだけハンディキャップがある人にちょっと聴覚の不自由な方とかそういう方に使っていただいて、やっぱり悪いところを直していくといったところで貢献していければと思っています。私はやっぱその実用化を目指すといったところからかなりプログラムを書いてもらうということを前提にしているの で、うん、で彼らが配属になった時から、まあ、プログラムをずっと書かせているという状況です。ああいやまだ実験室レベルであって、でこれから学会発表等々でいろいろと認知させていくようなことですね。で機会があればぜひいろいろな自治体の方々とかそういう施設の方々とかそういうところで実験をお願いして、まあ、ちょっと試していただくようなことはしていきたいと思ってます。崇城大学情報学部情報学科の活躍がますます楽しみじゃ。